清月です。たつき。コンタ。今回なんと珍しく、たつきさんが、司会進行をしてくれるということで、たつきさんの、どこ見て喋ったんだよ。よくぞ突っ込みました。どこ見て喋ったんだよ。俺もなんかざっくりとしたボケすぎて、突っ込んでいいかわかんなかった。そんな顔してんだ。たつきさんが、コナンが好きと。大好きだな、君な。ということで、とんでもない企画を持ってきて出てきた。なんだよ、なんだよ。やってくださいよ。名探偵コナンの、殺害動機、絶対当てれない説。たつきさん曰く殺人犯の動機がめちゃくちゃだと。やばいんですよ。じゃあ例えばじゃあ1個例で挙げると、喧嘩しちゃったの夫婦が、で女の人が男の人にあるものを投げました。はい、それがムカついて殺しました。さあ何でしょう。リモコン。ああ、そういう系。ティッシュ。画鋲。違う。ティッシュ。ハンガー。ハンガーを投げただけで殺されちゃうんですよ。なるほど。って感じでクイズにしてくんで当てていこう。この人が犯人、元彼を殺しました。さあ何でしょう。まず、ヒントなしで。ストーカーされた。あー、近いけど違う。いや、まあヒントなしで。元彼でしょ。まあ、じゃあヒントじゃあ1個いくよ。元彼の容姿、何かが変化しちゃって殺した。デブった。違う。はいはいはい。痩せた。あ、違う。前髪切りすぎた。もうほぼ正解。髪型変えただけで元彼を殺しました。やべー。わけねえだろ。こういうレベルでやっちゃってるんですよね。適当だな。はい、2問目。あ、おじさん。小説家。うん。そいつが殺した。こいつが殺した。この人借金まみれのね。で、この友達からお金を貸してくれって言われて、じゃあトランクで渡すよ。トランクの中身に入ってたものがうざくて殺しました。このトランクに入っていたものは何でしょう。キノコ。キノコ。違う。10万しか入ってない。あ、違う違う。その中身見て人を殺しちゃうぐらいのものだよ。ポテトチップス。違う。カラ。あー、じゃあそういういいね、いい線いってる。動物の内臓とか。お前冴えてるな。ええ、マジマジだよ。マジ言ってる。答え、猫。この人猫嫌いでバカにされてると思って殺した。頭おかしいな。難しいでしょ。こいつがやっぱりその本当に人殺すんじゃない。例題のしょうもなさから言ってね。その傾向をちゃんと掴んでるっていうところだよ。そういうこと。殺しそうな顔してんな。殺そうな顔ってなんだお前。じゃあ最終問題いくよ。はい、この人。え、コナン。これこの人、あるチャット内容で人を殺しました。そのチャット内容は何ですか。はい、メガネ似合ってない。ああ、侮辱系ね。はい、違う。はい、発言書。違う。はい、コナンに似ている。違う。好き好きって告白だから。違う。多分今の現在このみんなの LINE とかの内容だったらこいつすぐ殺す。あ、わかった。絵文字を使わなかった。あ、違う。絵文字を使った。あ、もうほぼ正解。正解。答え、顔文字を使ったのよ。顔文字が送られてきてムカついて殺しました。なんでなんで。なんかおかしいよ。その顔文字がただのこれ。これで殺す。これが送られただけで殺しちゃった。これがなんかバカにしてるって思われて殺しちゃった。最高ばっかよ。確かにちょっと煽りっぽい。あ、まあね。殺しはしない。お前よく使うじゃんこれ。超使う俺。殺さっしてやるよ。正義に結構使うのよ顔文字。あとなんかあの口だけムってなってこうなって。あ、こういうやつか。こういうやつね。いっちゃいかれるよ。俺も結構使うなこれ。あ、使ってるわ。冷房で顔がこう三角の。あ、使いたいね。え、あれよくない。顔文字ですよ。顔文字じゃないだろ。実在してるだろここに。どうなんか長いね今日。長いね今日じゃねえ。ずっと長いよ。今日に始まったことじゃねえだろ。ずっと長いよ俺。これ何これ。あ、これレディースだよ。レディースじゃねえ。レディースじゃねえよ。これ動画外で300回ぐらい毎日行ってます。レディースで。レディースじゃねえっつうなこれ。なんて言ったっけ。あのバイオフィクションじゃなくてユニセックス。あ、これこれこれバイセクシャル。これが言いたかった。いよいよやばい。意味的にはなんでお前ホモだ。もう前じゃねえし。どう転がってる。はい、ということで確かにノーヒントだったら絶対もう無理です。無理ですね。要するに最初出てきて誰か死ぬわけじゃん。その時動機とか言わないわけじゃん。だからもうほぼ不可能なわけ。そうだね。ちょうど作者がこう顔文字来て、わちょっとうぜえなってなって、あ、これ動機しようみたいな。コナンの動機やべえなと思ったチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。またたつきさんが面白い企画持ってきてくれるといいですね。はい、そうだね。探します。観点が面白いよね。そう、観点が面白いよね。俺結構テレビ見るからそういうの敏感なんだよね。すごいすごい。あ、すごい。嬉しくないんだよね。すごいよ。おもろいやつだ。
目開いてないんだけど。顔文字じゃない。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!